純粋に面白そうだなと、うん、俺はやっぱり常にね、こう刺激を求めてるから、うんうん、だからそういう、まあ、もちろん新入の中でもさまざまな刺激があるけど、やっぱ外から来る刺激ってまた違うじゃない、うん、俺はウェルカムだよね。プロレスリングノアに対するイメージは、まあ、正直、まあ、今でも三沢光晴、小橋健太っていうところで俺は止まってるかな、うん、そのイメージが強い。その二人が偉大すぎたからね、うん、YouTube とかでね、たまに見るね。プロレス好きなんで、うん、知ってる選手も何人かいるしね。いや別に同業者としても、まあ一、まあ客目線で見ても面白いなと思うけどね。プロレスっぽいよね、あの幅広さが。うん、ちょっと格闘技系の選手が出たり、言ってみたらまあレジェンドが出て、ね、レジェンド、50代の選手なりね、そういう選手がトップ戦線でやってるってことで、幅広さは、うん、プロレスっぽいなと思ってね。うん、非常に魅力的だとは思うけど。クオリティは、間違いなく新日本の方が上だろうね。うん、まあ、別に俺ノア上がったことないけど対等ではないと思うよ、うん、ただこれをただの交流戦にするか対抗戦にするかははっきり言ってノア次第だよね。あいつらが本当喧嘩上等で来るんだったらその対抗戦になるかもしれないけど、うん、中途半端な気持ちで来るんだったら、うん、交流戦だろうね。俺たちはプライド持ってやってるから、まあ、彼らは彼らなりのプライド持ってやってるとは思うけど多分差が出ると思うね、うん、俺2人ぐらいちょっと名前がポッと今頭に浮かんだけど、まあ、1人はちょっと絡んだこともあるけど、やっぱ丸藤直道、まあ、三沢小橋のちょっとこうまだなんかその伝統を一番感じる選手だからね、触れてみたいっていうのはある、まあ、もう1人はやっぱ中島和彦だよね。同年デビューで年は俺よかいくつしたんだろう、多分6つぐらい下じゃないかな、あんまり覚えてないけど、それでもね、同年デビューで俺なんかこのクソ小僧なんて思ってたけど、彼の方がね先走ってて、でシングルマッチで過去2回やって2回とも負けてるってね、俺としては本当、そこはもう避けて通れないかなと思ってるんでね、リベンジのチャンスでやってるから、別に特にないんだけど、俺はいつも通り高木慎吾のプロレスをぶつけるだけでね。ただあの横浜アリーナで試合するの初めてだから、そこはちょっとね特別な思いがあるからね、そこはしっかり気合い入れてね、ノアさんの方はね、喧嘩打ってきてほしいよね。俺もそしたら俺の魂も燃えて暴れ来ることができると思うから、まあ楽しみよ。